池上線は東京都品川区の五反田駅と東京都大田区の蒲田駅を結ぶ東急電鉄が運営する鉄道路線。路線図や駅ナンバリングで使用される路線カラーはピンク、路線記号を合計。本校では関連路線として未成線に終わった千岳寺線についても記述する。列車種別は 各駅停車のみであり、玉川線と共通の18メートル車体、3扉の3両編成で運転される。1998年3月16日からは、ワンマン運転を実施している。1。ワンマン運転の安全確保のため、ホーム柵とホームセンサーを用いており、乗客が乗降するホーム柵の位置に合わせて、列車を所定停止位置に停止させるための支援装置として、 タスクを採用している。2000年8月6日以降のダイヤでは、五反田駅、蒲田駅間の全線通し、運転のほか、朝ラッシュ時や夜間、始発、終電時間帯を中心に、車両基地のある雪が、谷大塚駅と五反田駅や蒲田駅間の区間運転がある。なお、2014年3月14日までは、平日の夕方と夜間の帰宅ラッシュ時間帯に、五反田駅雪が、 谷大塚駅間の区間列車が多数運転されて、いたが、翌15日のダイヤ改正で19時台1本、21時台1本、23時台1本、24時台3本を除いて、運転区間がすべて、蒲田駅域に延長され、五丹田駅発の夕方と夜間の区間列車は激減した。また、東急玉川線には、車両基地がないため、 同線への車両出入庫も池上線の営業列車として行われており、蒲田駅でスイッチバックして玉川線へ乗り入れる、玉川駅発着の列車が1日に数本設定されている。ただし、時刻表上や駅の発車案内板はこれらの列車もすべて蒲田駅となっており、実際の列車の行き先も一部の車両で、玉川線直通と表示される以外はすべて蒲田駅の、 表示となっている。五丹田駅蒲田駅間の所要時間は最短で22分。乗降や待ち時間を含めて30分前後程度である。毎年10月12日の夜には池上駅が最寄り駅である。池上本門寺で行われるお絵式の万道行列への参拝。見物客輸送のため臨時ダイヤとなり、列車が増発される。雪が 谷大塚駅以外で車両の夜間停泊がある駅は五反田駅と鎌田駅である。駅設備は依然として古いものが多く、木造の旅客上屋や上屋と一体化した木製ベンチなどが今も現役で残っている。かつては池上駅に構内踏切が設置されていたが、2020年7月に廃止された。現在はホームごとに簡素な改札口が設けられた駅が多い。 このような駅では、片側のホームにしかトイレがなく、構内通路もないため反対側のホームからは、利用することができない。老朽化対策への動きも見られ、2013年度までに、山手通りをまたぐ鉄橋掛け替え工事とともに、駅施設の一部を更新した、大崎広工事駅や、同年度までにバリアフリー化として JR、連絡通路にエレベーターエスカレーター設置済みの、小丹田駅では、 ホーム屋根掛け替え工事等駅設備改良工事が実施されている。いい街電車プロジェクトの一環として、多摩地区で生産された木材を使用した木になるリューアルが2016年に戸越銀座駅、2019年に旗の台駅で行われた。気になるリューアルによって戸越銀座駅や旗の台駅の老朽化したホームの屋根は建て替えられ、待合室や駅舎そのものも改修された。 当日の通り車両面においても長年、東横線などの主要路線で使用されていた18メートル中型車に改造を施した上で、池上線に転属させており、主車製造から50年近く経過している中古の車両が主力として使われている状況となっていた。1993年に1000系が投入されて、以降、2007年に7000系が投入されるなどの取り組みによって、 車両の近代化が進行してきている。品川区の商業の中心地である五反田と大田区の行政、商業の中心地である鎌田とを各区の郊外にあたる内陸部を経由して結ぶ路線である。五反田駅行きが谷大塚駅間では中原街道と、行きが谷大塚駅鎌田駅間では関八通りとおおむね並行している。 各駅に小規模な駅前商店街が形成されている。西側に、目黒線、東急玉川線が通り、約1キロメートル前後の間隔を保ちながら、終点の蒲田駅で合流する。両線の駅同士で最も近いのは、千鳥町駅と下丸子湖駅の約5 0 0ルで、徒歩でも7から8分程度で到達できる。五反田駅から徒歩銀座駅までは、概ね商業地を走る。 五反田駅は駅ビル五反田東急スクエア4階に直結してホームがある。接続する JR 東日本の山手線を見下ろす高い位置である。山手線との連絡通路にはエスカレーターとエレベーターが設置され乗り換え客は連絡用改札を都営地下鉄浅草線利用者や五反田駅で降りる。客は五反田東急スクエア直結の改札口を利用する。 電車は4階ホームから南へ向けて出発し、すぐに目黒川を渡る。高架のまま山手通りをまたぐと、大崎広小路駅に着く。大崎広小路駅を出た列車は、左右に急なカーブを抜け、池上線で最初の踏切である、大崎広小路1号踏切道を越えて、切り通しに入る。この地点から国道一号の高架橋までわずか、数十メートル程度だが、鉄道用地が、 若干広くなるが、ここはかつて、霧ヶ谷駅があった後である。頭上を国道1号が越え、左カーブを抜けると、戸越銀座駅へ到着する。同駅は、都営地下鉄浅草線、戸越駅との連絡駅で、駅前には、直線で約 1.6km 続く戸越銀座商店街が、伸びている。戸越銀座を過ぎると、商業地は、住宅地に変わり、 商店等も少なくなる。住宅地は旗の台まで続く。江原中信駅とその前後は1989年3月に地下化された。地上の急線路時期は公園などとなっている。旗の台駅では高架となっている大井町線のもとを立体交差する。同駅では大井町線へ乗り換えるための連絡通路が長原駅寄りにある昭和大学の最寄り駅である。 池上線における列車運行の境界は、雪が谷大塚駅であるが、旗の台駅を境に、周囲は緑地と宅地の混在した地域となり、これが千鳥町駅まで続く。旗の台駅を出た池上線は、長原駅の手前で再度地下に潜る。これは、関七通りとの交差のためで、同駅は1972年に地下化された。周辺は、 武蔵野大地の突端部に近く、急坂の多い複雑な地形であり、1957年に河川電圧が600ボルトから1500ボルトに昇圧される要因ともなった。この付近から、千足池駅付近までにかけては、大震度地下を通る中央新幹線の第一首都圏トンネルとほぼ並行している。地上に出ると、千足池駅があり、駅前を通る中原街道を渡ると、 千属池が広がっている。桜の名所でもあり、花見シーズンは多くの人で賑わう。石川大駅までは霧同市区間となっている。過去には両脇の土手には桜が植えられていたが、現在では安全上の観点から、ほとんどが伐採されている。石川大駅を出て丼川を渡り、築堤を走ると雪が谷大塚駅である。雪が谷建築を右に見ながら、 左に大きくカーブし、直線を少し走ると、御嶽山駅に着く。駅北西側のイオンスタイル、御嶽山駅前の裏に、御嶽神社が鎮座しているため、この名がある。駅の南端直下を、JR 東海道新幹線、横須賀線、湘南新宿ラインがくぐっている。これは JR を除く普通鉄道事業者の路線が、新幹線をオーバーパスしている数少ない例である。 久我原駅、千鳥町駅と短い間隔で駅が続く。周囲は、緑地と宅地の混在地であり、千鳥町駅前には、区民農園がある。千鳥町駅を出ると左に大きくカーブしながら登り、国道1号の上を再度またぐ形で、立体交差する。国道1号を越えると、商業エリアとなり、五丹田駅、戸越銀座駅間と同様に再び商店等が増えるが、 旗の台駅千鳥町駅間に見られるような宅地は少なくなる。工場より右にカーブしながら池上駅に進入する。池上本門寺の門前町で駅から山道が続き徒歩数分で総門に着く。駅前のバスターミナルに面して名物のくず餅を売る店などがある。池上駅を出てすぐ右に急カーブし、踏切で玉包通りを越えると、蓮沼に着く。 左に急カーブし、右手から東急玉川線が寄り添うと両路線の複線が揃って、東端式の蒲田駅に進入する。玉川線と共通運用となっている。全車3両編成。2021年1月21日現在、池上電気鉄道時代の車両については、池上電気鉄道の電車を参照池上本門持産計客の輸送を目的に、 池上電気鉄道の手によって開業した。同社は後に東京川崎財閥の参加に入り、中央本線国分寺駅への延伸を目指し、雪形谷駅から分岐して新大沢駅に至る、新大沢線を1928年に開業させている。しかし、1934年には目黒蒲田電鉄の後藤慶太によって買収された。これは後藤が、 自社の開発地を犯すものとして国分自演新計画を阻止し、さらには買収を行うに至ったとされている。買収後、新奥沢線は不採算路線ということもあって1935年に廃止される。もともと対立する会社同士の経営だった名残で大井町線との交点には長らく連絡駅が設けていなかった。しかし、1951年に東路線の旗が 岡駅を大井町線旗の大駅に統合する形で接続を図っている。1976年に池上線を舞台にした歌池上線が大ヒットし、その名が日本全国に広がった。しかし、この歌詞に池上線の車両の古さや状態の悪さを思わせる箇所があり、東急がそれらを否定するコメントを出す事態となった。ただ、 当時の池上線を走っていた車両は、ほとんどが、前製の出波3450型をはじめとした、旧型車の初代3000系で、車体の更新工事は始まっていたものの、製造から40年以上が経過したものがあった。その初代3000系も1989年3月9日を、もって撤退し、同月10日から18日の8日間は、 メカマ線に全車を集結させて運用した後、予備編成一本を残し運用を終了した。池上線は3000系が撤退した、翌日の3月10日より一足先に、新製のステンレス車のみの運行となった。その後2007年には、池上線開通80周年企画の一環として、池上線の名前を全国に広めたということで、特別列車、名曲池上線号が運転され、 この曲を歌った西島美恵子も乗車してイベントが行われた。戦後の1960年代には、1945年に、旧市1953年に廃止した霧ヶ谷駅を復活させ、池上線の五丹田駅霧ヶ谷駅間を廃止する。代わりに、仙岳寺駅霧ヶ谷駅間に新線として、仙岳寺線3を建設し、途中に、高架駅の池上線から、 地下駅の仙岳寺線に移設した五丹田駅から東京都交通局浅草線と並行して建設して仙岳寺駅まで結び仙岳寺線を都営地下鉄三田線さらに高島平駅から当時計画されていた東武高島平線を介して東武東上線と相互乗り入れさせる計画があったまた旗の台駅を大幅に改良し仙岳寺線池上線から 電園都市線に直通させる計画もあった。しかし、この計画は1965年1月に、東急が低都高速度交通営団、後の東京地下鉄、半蔵門線との直通運転に方針変更したため中止された。三田線は、後年になって営団地下鉄、後の東京メトロ南北線とともに、同じ東急の目黒線と、相互直通運転を開始した。 東急線がくじ線に関するカテゴリー、ありがとうございます。